描き紙芝居をするよ。わーい。今日のお話はシンデレラ。始まり始まり。ラクアキッズにボスが出た。帰って遊んで育てたらボスバトルスタート。ラクアキッズ。昔々ある屋敷にとっても美しくて可愛いプリレちゃんなんてシンデレラがいました。悲しそうな顔してる。そう、シンデレラのお母さんとお父さんはお空へ行ってしまい、そう、そんなシンデレラは今は意地悪なママ母とそのお姉さんたちと一緒に暮らしていました。みんな待つ。こりゃ大変だ。ほらシンデレラ、ご飯の準備だぜ。あったった。はい、お母様。シンデレラ、ご飯の次は洗濯にお掃除にペットの散歩にお花に水あげに三時におやつを持ってくること。はい、お姉様。意地悪すぎる。シンデレラはママ母たちにいっぱい働かされ辛く悲しい毎日を送っていました。シンデレラ。しかしある日のこと、シンデレラたちのいる屋敷にお城から招待状が届きました。なんと王子様がお妃を探すために舞踏会を開くそうです。ガーガーガー、これはチャンスだぜ。というとママ母たちは急いで支度をしてお城へ向かいます。私も行きたいですとシンデレラもお願いしますが、お前にドレスも靴もないだろう、おとなしく待ってるんだなとシンデレラを置いてきぼりにしてお城に行ってしまいました。ロケット。こうやって細かな線を乗り物に描くと早く動いてるように見えるよ。早すぎ。屋敷に一人ぼっちになってしまったシンデレラはシクシクと泣いています。しかしそんな時、突然目の前に誰かが現れました。なんとそこに現れたのは雲のような形の不思議な妖精でした。やあ、僕天才クモリン妖精さん。クモリン出ました。僕シンデレラが不思議そうにしていると、かわいそうなシンデレラ、僕が舞踏会に連れてってあげるよと妖精のクモリンはそう言って魔法の杖をシンデレラに振ります。大丈夫かな。すると、なんということでしょう。シンデレラのボロボロだった服はとっても素敵なピンクの綺麗で可愛いドレスに大変身。こうやって色を塗り重ねると可愛いドレスになるよ。すごーい、クモリン天才です。妖精クモリンは今度は近くにあったカボチャと大きな岩に目をつけました。ソーダオツさんだ。また杖で魔法をかけていきます。お城に行くには馬車もないとね。あ、有名なカボチャの馬車だね。さあ、もくもくと煙を上げて出てきたのはバナナの馬車かーい。さすが僕。カボチャはバナナの馬車に、岩は馬車を引く白馬になりました。顔がソーダオツさんのままだ。シンデレラは馬車に乗ってお城へ。クモリンありがとう。お礼を言うと、妖精クモリンは夜12時には帰っておいで。もぐもぐもぐ。じゃないと魔法が溶けちゃう。もぐもぐもぐ。食べながら話さないの。魔法を使うとお腹減るもんね。お城に着いたシンデレラに、お城中の人たちはみんな釘付けに。王子様もシンデレラを見逃しませんでした。なんて美しい。よかったね。シンデレラは王子様に誘われて仲良くダンスを踊っていました。とっても幸せ。しかし突然その時は来てしまいました。いけない、12時、もう帰らなきゃ。あー、魔法が溶けちゃう。慌ててシンデレラはお城から抜けていきます。待ってくれ。そんな王子様の言葉にも振り返らず屋敷へ戻っていきました。片っぽのガラスの靴を置いて、そしてある日、王子様がこのガラスの靴にぴったりな足の娘を探しているという話が広まり、お城には王子様のお妃になろうと靴の先にたくさんの人が並んでいました。なんでクモリンまで。王子様と一緒になったらバナナ食べ放題だもんね。し
かし全然靴に合う人はいません。お城に来ていたママ母も姉たちも試しますが全然入りません。あー、なんで入らないんだ。うんぬ、入れ。絶対無理でしょ。そしていよいよ今度はシンデレラの番。ガラスの靴に足を近づけます。これは私の靴。ドキドキ。しかし、ちょっと待て。なになに。なんと自分の靴じゃないと分かったママ母たちが巨大なロボットに乗ってお城を襲ってきたではありませんか。どういう？あったった。王子と結婚できないならそんな靴壊してやるぜ。細かくこうやって線を描いて影を描くと描いたものが浮き出て見えるよ。怖っ。そして巨大ロボの足はガラスの靴を踏みつぶそうとします。壊れろ。どうなっちゃうの。その時です。地面が突然割れ始め、今度は何？なんとそこからあの時の大きな岩が。そのおじさんが出てきた。押し出された巨大ロボットはママ母たちを乗せたまま遥か彼方の空へ飛んでいきました。なんでこうなるんだ。そのおじさん強すぎ。そしてシンデレラは無事にガラスの靴の元にたどり着きました。靴はぴったりシンデレラの足にはまっています。やっと見つけた。王子様、やったー。そうして時は経ち、王子様とシンデレラは結ばれてお城で幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。うんうん、よかった。そうだね。まだの王子たち飛んでる。もう止まってくれ。おしまい。みんな紙芝居最後まで見てくれてありがとう。最後ソーダおじさんが出てきてびっくりした。あれは絵に切り込みを入れてその後ろからソーダおじさんの絵を差し込んでいるよ。ねえ、最後のお城から出てくるのは？絵を重ねて上の扉に切り込みを入れて開くようにしてるよ。みんなも真似して自分の好きなお話の絵を描いてみよう。絶対描いて投稿するといいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。お絵かき紙芝居。お絵かきが好きなお友達はグッドボタン。今日のお話は白雪姫。始まり始まり。昔昔、顔はとっても美しいけれど心はとっても意地悪な魔女がいました。どうぞ。なんか怪しい。魔女は持っている大きな魔法の鏡に話しかけました。鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰だ。もちろん魔女と言われると思っていたその時です。鏡は魔女に、世界で一番美しいのは白雪姫ですと答えたのです。つくもだ。え、キャワイイ。そんなキャワイイ白雪姫を見せつけられた魔女は怒って大爆発。俺様じゃなくてこの私じゃないだって。おお、怖い怖い。怒った魔女は仲間のサンサンを呼び、絵の具のついた筆を持ってこう言いました。この筆で白雪姫の顔に落書きしてくるんだ。サンサンは言うことを聞いて白雪姫のところへ行くことに。ちょっと僕何してるのさ。サンサンは白雪姫がいるお家に向かい会いに行きました。しかしサンサンはとても心優しく、顔に落書きするどころか白雪姫を魔女の目の届かない森に隠そうとひらめきました。さすがサンサン。白雪姫は森で静かに暮らすことに。7人の小人たちも仲間になって一緒に楽しく暮らしていました。そうだ、全部そうだ。おじさんかわいいじゃない。とっても幸せそう。そうだ。しかしある日のこと、魔女はまた魔法の鏡に問いかけました。鏡よ鏡、
世界で一番美しいのは誰だ？もちろんこの私！と答えを待っていると、森の中に住んでいる白雪姫ですと答えるではありませんか。まだ美しいままの白雪姫を見た魔女はびっくり。なーに、サンサーのやつ裏切ったな。悪いことはできないもんね。そうだそうだ、魔女はカンカンに怒りました。白雪姫め、許さん。こわっ。ある日、いつも通り過ごしていた小人たちと白雪姫でしたが、川に洗濯しに行くため、白雪姫はお家でお留守番することに。小人さんたち、行ってらっしゃい。見送った後、白雪姫が中で待っていると、コンコンとドアに誰かがノックしてきました。ドアを開けると、一人の老婆がそこに立っていました。白雪姫は不思議そうに、どなたですか？と尋ねると、おばあさんは美しい姫さんにこれをあげようと一つのリンゴを白雪姫に差し出しました。リンゴおいしよう。いや、怪しすぎる。まあ、なんて素敵なリンゴ、ありがとう、と白雪姫はそのリンゴをパクリと一口食べました。ガッガッガ。すると大変なことに、リンゴを食べた途端、白雪姫はパタリと倒れて深い眠りについて目を覚まさなくなってしまいました。そんな、どうなっちゃうの？小人たちはそんな白雪姫を目の当たりにしてとても悲しみました。もう目覚めるかわからない白雪姫でしたが、小人たちはずっと待っていました。そうだ、悲しすぎるよ。しばらく落ち込んでいると、そこに一人の王子様が通りかかりました。今日もいい天気。よっ、待ってました。ほんとバナナ好きね。王子様は白雪姫の姿を見て、なんて美しい人なんだ。もぐもぐ、僕と同じ白くて綺麗な肌。なんて素敵なんだ。もぐもぐ。ずっと食べてるんかーい。すると王子様は思わず白雪姫のほっぺたにキスをしようと顔を近づけました。もう朝だよ。こんな時までバナナ食べてる。ほっぺまであともう少し。その時です。王子の食べているバナナの香りでお姫様が目覚めたではありませんか。バナナ最強。目覚めた白雪姫は目の前にいた王子に尋ねました。あなたは？すると王子様は白雪姫を見つめながら一言、これからあなたの恋人になるクーモリン王子と申します。素敵。こうして王子と白雪姫は幸せな毎日を送りましたとさ。ほら、仲良くバナナ食べちゃって。ヒューヒュー、あっちっち。めでたしめでたし。お絵かき紙芝居、お絵かきが好きな子はグッドボタン。それじゃあ、塔の上のラプンツェルじゃなくて、塔の上のプリンツェル始まるよ。あるところに高い塔の上で暮らすプリンツェルという娘がいました。娘は長い間悪い魔女に閉じ込められて暮らしています。ずっとここにいるから髪の毛もこんなに長くなっちゃった。そんなプリンツェルの長い髪の毛にはある魔法の力が宿っているらしいのですが、どんな力なのかは誰にも分かりませんでした。プリンツェルは魔女に、外の世界は恐ろしく、神の力を利用する悪者がいると言われていましたが、日に日に外の世界への憧れが大きくなっていきました。さて、ある日のこと、王子が歩いていると、どこからか可愛い歌声が聞こえてきました。あれ、誰の声だろう。
あの塔の上から聞こえてくるけど、一体どうやって中に入るんだろう。塔には入り口も出口もありませんでした。プリンセル、髪の毛をここまで下げておくれ。まったくもう仕方ないんだから。すると美しい髪がスルスルと下へ降りてきて、魔女は窓の中から塔の中へと入っていきました。なるほど、ああやって中に入ればいいんだね。早速真似しちゃおっと。プリンセル、髪の毛をここまで下げておくれ。またまた美しい髪がスルスルと下へ降りてきて、王子は登っていきました。えっさ、おいっさ、ふぅ、到着。王子がそこで見たのは、とっても可愛いプリンツェルでした。二人はすぐ恋に落ち、毎日塔の上で会うようになりました。ねえ王子、私外の世界が見てみたい。一緒にここから逃げようよ。二人がどうやって逃げようか考えていると、魔女に見つかってしまいました。私から逃げるだなんて許さないからね。こうしてやる。そう言うと、プリンセルの髪の毛をハサミで直近と切ってしまいました。プリンセルと王子は切られた髪の毛を見て、塔から外に出ることはできないと諦めかけた。その時、切った髪の毛からゴソゴソと何かが動き出しました。もうせっかく寝てるのに起こさないでよ。鳥さん。なんとプリンセルの髪の毛の中には鳥さんが住んでいました。一番最高ですな。そうなんだ。三つ編み。あ、そうだ。プリンセルはそう言うと、切られた髪の毛で何かを編み始めました。これをこうやって三つ編みみたいに編んでいったら、じゃじゃーん。なんとプリンセルは切られた髪の毛ではしごを作ったのでした。あー、僕のお布団だったのに。このはしごを使えば外に逃げられるね。王子とプリンセルがはしごを使い外に出ようとすると、もう怒った。こうなったらチチンプイプイのプイ。なんと魔女がはしごを魔法で燃やしてしまいました。プリンセルは泣いて悲しみました。これじゃ塔の下に降りられないよ。プリンセルの涙が髪の毛に落ちると、燃やした髪の毛がキラキラと光り、魔法がかかりました。なんと髪の毛がバナナに変身したのです。どういうこと？キラキラと光るバナナを見て鳥さんは大喜び。僕バナナ大好き。そう言うと美味しそうに食べてしまいました。なんだか一気にパワーが湧いてきた。不思議なバナナを食べた鳥さんは体が大きくなり、羽も筋肉もムッキムキになりました。鳥さんすっごい。一気にマッチョになっちゃった。マッチョになった鳥さんを見てプリンセルがいいことを思いつきました。ねえ鳥さん、私たちを背中に乗せて一緒にドライブしようよ。ナイスアイディア。鳥さんは背中にプリンセルと王子を乗せ、お空へと羽ばたきました。風が気持ちいい。ねえねえ、このまま3人で一緒に暮らそうよ。ご飯はバナナを希望します。3人は仲良く塔の外へと行ってしまい、塔には魔女だけが残されてしまいました。降りられなくなってしまったわい。無事に塔の外へ飛び立った3人は仲良く幸せに暮らしましたとさ。短い髪の毛も可愛いね。ありがとう。バナナを食べてムキムキ。めでたしめでたし。
お絵かき紙芝居始まるよ。お絵かき好きな子はグッドボタン。それじゃあ泣いた赤鬼じゃなくて泣いた曇り鬼、始まり始まり。昔昔ある山に一人の鬼が住んでいました。これって縁から塗ってはみ出さないようにと。バナナの家。そこには心の優しい曇り鬼がいました。みんなと遊びたいな。村のみんなと仲良くしたい曇り鬼は家の前にこんな看板を立てました。ゆっくり力を入れすぎないように。どれどれ。曇り鬼は優しいよ、バナナあるよ、みんなで遊ぼうと書いてありました。これで来るかな。しかし村のみんなは怪しがってしまい、誰も遊びに行こうとはしませんでした。待っても遊びに来てはくれません。そのバナナみんなにあげるやつじゃ。私もバナナだけ食べて帰ってしまいました。グリルまで、みんなが信じてくれないので曇り鬼は泣いてしまいました。みんなひどい。曇り鬼は怒りました。曇り鬼落ち着いて。曇り鬼は怒りのあまり目からビームを出して看板を壊してしまいました。ビームはカラフルがいいよね。プリル、それどころじゃないでしょ。みんなどうして来てくれないの。曇り鬼が落ち込んでいると、おーい曇り鬼。そこに友達のサンサン鬼がやってきました。お、来た来た。そんなに落ち込んでどうしたの。サンサン鬼。サンサン鬼は曇り鬼の話を聞いていました。すると全部話を聞いて、サンサン鬼は思いついたようにこう言いました。僕が村のみんなを驚かせるよう、曇り鬼が僕を懲らしめるんだ。そんなひどいことできないよ。大丈夫大丈夫。あー待って、サンサン鬼。どうなっちゃうんだろう。サンサン鬼と曇り鬼は一緒にみんなのいる村へ降りてきました。よーし。するとサンサン鬼は目からビームを出して村のみんなを驚かせました。僕怖ー、どうなってるの。そして曇り鬼は、もぐもぐごめんね、サンサン鬼ごめん、もぐもぐ。その時クモリンはバナナを食べていました。そんな場合じゃないでしょ。グリルまで。クモリン鬼はそのバナナの皮を遠くに投げました。バナナの皮を踏んだサンサン鬼はドテーン、すってんころりん転んでしまいました。バナナの皮で転ぶ人いるんだ。覚えてなさい。そう言ってサンサン鬼は山の方へコロコロと転がっていきました。二人の計画はうまくいって、村のみんなが曇り鬼のもとに遊びに来てくれました。わーい。曇り鬼はとっても喜びました。一気に村一番の人気者に。でも一つとっても気になることがありました。あの日から来ていないサンサン鬼のことです。そうだ、どうしちゃったんだろう。サンサン鬼。ある日曇り鬼はサンサン鬼のお家に行きました。いるんでしょ。すると曇り鬼は家のドアに一枚の張り紙があるのを見つけました。そこにはこう書いてありました。曇り鬼へ、村のみんなと仲良く遊んでね。僕がいると曇り鬼も悪い鬼だと思われるかもしれない。僕は旅に出るけど曇り鬼のこと忘れないよ。ずっと友達、サンサン鬼より。曇り鬼は何回も何回も読みました。お腹すいちゃった。バナナバナナバナナ。
クモリンはとっても仲良し。いつも仲良く遊んでいます。だけど今日はサンさんの元気がありません。サンさん、どうしたの？泣かないで、一緒に遊ぼう。クモリンはサンさんを遊びに誘いますが、サンさんは泣き止みません。サンさんが悲しいと僕まで悲しいよ。クモリンはどうしたらいいのかわからなくなって泣きそうになりました。すると、おいしいお菓子はいかが？プリルのお菓子屋さんがやってきました。クモリン、どうしたの？サンさんの元気がないんだ。僕、どうしたらいいかわかんないよ。クモリンが泣き出すとプリルは言いました。クモリン、それなら一緒におやつを作ろう。そしたらきっとサンさんも元気になるよ。本当？うん。プリルは自信満々に言うとクモリンをお店に連れて行きました。みんな、グッドボタンでクモリンを応援して。キッチンに入るとたくさんのトッピングが並んでいます。クモリン、一緒にクレープを作ろう。上手に作れるかな？気持ちを込めればきっと喜んでくれるよ。わかった。クモリンは張り切ってクレープを作り始めました。薄い皮の上にクリームを乗せてチョコレートで飾り付けて、できた。クモリンは可愛いクレープを作りました。クモリン上手。ありがとう。でもこれで本当にサンさんの元気が出るのかな？クモリンが不思議がっているとプリルは言いました。ねえクモリン、おやつはどうやって食べるのが一番おいしい？え？クモリンは悩んだ後言いました。お友達とおしゃべりしながら食べるとき。うん。だからクモリンはサンさんと一緒におやつを食べて、サンさんのお話を聞いてあげればきっとサンさんも元気になるよ。お話を聞くだけでいいの？やってみるね。プリルの話を聞くとクモリンは元気よくサンさんのところに走っていきました。サンさん、一緒におやつ食べよう。クモリンはクレープをサンさんに渡しました。クモリンが作ってくれたの？サンさんはとっても驚きました。クレープはとっても美味しくて二人は夢中で食べました。だけどサンさんはまだ元気がありません。クモリンはプリルが言っていたことを思い出しました。クモリンが聞くとサンさんは言いました。飼っていた蝶々がいなくなっちゃったんだ。サンさんはまた泣き出します。クモリンはサンさんが泣き止むまでずっとそばにいてあげました。しばらくそうしているといつの間にかサンさんは泣き止んでいました。クモリン、ありがとう。サンさんはにっこり笑って言いました。クモリンがそばにいてくれたから元気になったよ。それを聞いてクモリンはとっても嬉しくなりました。サンさんもお話ししてくれてありがとう。二人は残ったクレープを食べようとしました。すると、あれ、チョウチョ、なんと逃げたはずのチョウチョがやってきたではありませんか。クレープの匂いにつられてやってきたんだ。チョウチョを見てサンさんはとっても元気になりました。そして夕方になるまで今日も二人は楽しく遊びましたとさ。みんなもお友達が悲しいときはそばでお話を聞いてあげてね。今日のお絵かき。
描いてくれてありがとう。